ただいまから文化環境委員会を開会いたします寺田委員は公務のため欠席されておられますまた地産届が都民委員から提出されております本日は文化市民局関係で理事者紹介二区議案2件の審査及び報告3件の聴取を次に環境政策局関係で報告1件の聴取を行うことといたしますなお 2月5日の委員会で文化市民局に要求いたしました資料は議員団室に送付いたしておきました以上ご了承願いますそれではまず文化市民局の新任理事者の紹介を行います理事者紹介願います吉田文化市民局長おはようございます3月1日付で人事異動がございましたので理事者をご紹介申し上げます 暮らし暮らし安全推進部安心安全推進運動担当部長の富田明信でございます。京都府警との協定に基づく世界一安心安全おもてなしおもてなしのまち京都市民ぐるみ推進運動の推進に関する事務を担当いたします。富田でございます。よろしくお願い,いします。以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、え以上でリーダー紹介を終わります。 次に、文化・市民局関係で付託議案の審査を行います。はじめに、平成三十年度分の付託議案であります。議第二百六十五京都市京北パラグライダー施設条例を廃止する条例の制定についてを審査いたします。理事者説明願います。川端共同参画社会推進部長、着席して説明してください。はい、ありがとうございます。それでは。 議260号京都市京北パラグライダー施設条例を廃止する条例の制定についてご説明いたしますお手元の議案説明資料平成30年度分ナンバー1の議5ページをお開きください30年度分ナンバー1の議5ページでございます1条例廃止の趣旨についてでございます京都市京北パラグライダー施設は パラグライダーの練習用施設として初心者の体験や練習経験者のフライト前の器具操作練習に利用されてきましたがこれと一体的に利用されてきた京北地域における唯一の本格フライトが可能な民営のスカイエリア京北が平成31年3月31日をもって閉鎖されることに伴い本施設の設置の必要性及び効果が低下するためこれを廃止しようとするものでございます。 次に2、条例廃止の概要についてでございます。京都市京北パラグライダー施設条例を廃止いたします。また、重要な公の施設に関する条例の別表第1から京北パラグライダー施設を削除いたします。最後に3、施行期日についてでございますが、平成31年4月1日から施行することとしております。以下、参考1といたしまして、京都市京北パラグライダー施設と 民営のスカイエリア慶北の施設の概要参考にとして利用者数の実績を記載しておりますえ続きまして議6ページをご覧くださいえ参考3として慶北地域におけるパラグライダー関連施設等の経過を参考4として施設の一途を記載しておりますえ以上をもちまして説明を終わらせていただきますご審議のほどよろしくお願いいたしますはいえ。それでは質疑のある方は挙手願います 森田由美子委員、お願いします。あの私の。 友達で京北町に住んでいる人10年ほど前に訪問したらこのパラグライダーやってあの趣味で定年退職後に暇になったからやったって言ってる人いてたんですけどライセンスを取って飛びに行っていると生き生きと話しておられたんですけどねあの市長総括の時にもあのスポーツ施設の拡充はね他党の議員も要望してたと思うんですでパラグライダーの国内の競技人口ってあのどれぐらい 聞いてるのか、需要は、あの把握していますでしょうか。えー、牧村市民スポーツ振興出張。はい、あのパラグライダーの関係でございます。あの私ども,も、あの実態どうなっているのか、いうの、あの調査してきたところでございます。あのそういう意味での、私ども、あの確認といたしましては。あの、パラグライダーの関係での、中央の組織団体。 等が出しておる資料等を確認しておる中であの団体名といたしましてはあの公益社団法人になります公益社団法人の日本ハングルパラグライディング連盟というのがございましてそちらで警北の紹介等もしていただいているところですがそちらのデータ等を確認しておりますと約2万5000人という記載がございました以上でございます。森田由美子委員 あの、それこそあの、総括質疑でもね。 あの京都市の観光地やあの観光客の分散化っていうのをねあの皆さんおっしゃっておられたと思うんですけどねでその時にあの周辺部の魅力をもっと分かってもらう努力をするってあの何回も言っておられたと思うんですあの副市長もあの市長も言っておられたと思うんですけどで京都市中心部には宿泊施設とかを増やしていますがあの周辺部でね魅力を高めるためにっていうことであの皆さんおっしゃっておられたんですけどこの施設は若者を呼び込む 施設としてのね、京都市の魅力ではなかったんでしょうかね。いかがでしょうか？えー、牧村市長。<laughs> あの多くのスポーツありますけども、その中でやはりこういう形で多くの方が参加される。あのハングライダーについては、あの若い人に限らずまあ、高齢の方までされておるという理解はしておるところでございますが、私どもも。 指定管理者とともに PR ということで努めてきたところでございます。先ほど申しましたようなあの全国組織の団体での周知も行っておりますし、指定管理者ホームページにおいてもしっかりと周知、これまでしたところでございまして、あと、Facebook なんかでもあのパラグライダーの画像に限らず動画等リアルに皆さん見ていただけるように、いう形での情報発信、努めてきておるところでございます。あのそれ以外にもあの観光関係のウェブ 東においてもこういう PR、スカイスポーツということでのパラグライダー渓北にありますということでの周知、努めてきたというところではございますす以上です森田由美子委員あの19年度があのピークだったと聞いてるんですけどね、あのその後こう下火になってきたあの原因としてあの、何か思い当たる節はありますでしょうか。牧村市長 はい、あの議案説明書、先ほどご覧いただきました、議5ページの下、参考人に利用者数、記載しているところでございますあの。直近5年ということで記載させていただいておりますが、あのそれで言いますとあの、パラグライダー施設、私ども思っておりますのが、左側、京北、パラグライダー施設あの、体験場所、フライト前の練習場所という場所ンドでございます。右側がの民間の京北スカイ、スカイエリア京北でございます。あの直近5年 でご覧いただきまたのパラグダイダ施設、あのそれまで 80, 施設80人ほどあったのが昨年度で言った48名、あの右がスカイリア京北で言いますと、直近5年の記載でございますが、1300名から800名、でまあ、400名ほどとなっているところでございます。今、議員からお話のありましたピークピークという点で言いますと、平成19年度、ピークがございましたけれども、その後、やはりあの大きな要因としましては、2つ考えております。 やはりあの高齢化によるパラグライ,バパラグライダー離れという部分での愛好者数が減ってきたというのが一つ、慶北においてですね。それからもう一つあのやはりフライトに適した天候、風向き、そういう自然状況が揃わないというのが多かったという、まあ、そういう大きな要因から近年、特に減ってきているというふうに理解しております。以上です。森田由美子委員 あのこういう施設もねあの京都市はあの本当にあの多くのねスポーツ有名人の人があのアイススケートとかそういう感じでねいろいろ出てると思うのであのまあ市長総括質疑の時にも多くの議員がおっしゃってたあたスポーツ施設を整えていただきたいと思いますのでまあこれはあのそこの場所に適してなかったということでまあどんどん減っていったということがあのまあ分かったかもしれないんですけどまたあの多くのねあの いろんな人たちが体験できる京都市の魅力を増やしていける施設をあの考えていただらいただければと思いますのでよろしくお願いいたしましてあの質問を終わらせていただきますありがとうございましたはい、えー、他にございませんか、えー、なければ次に平成三十一年度分の二区議案であります議第百八号指定管理者の指定について 京都市下條生き生き市民活動センターを審査いたします。理事者説明願います。川端共同参画社会推進部長着席して説明します。はい、ありがとうございます。それでは議第百八号下條生き生き市民活動センター指定管理者の指定についてご説明させていただきます。今度はお手元の議案説明資料三十一年度分ナンバー四の議二百四十一ページをお開きください。 三十一年度分ナンバー4の議241ページでございます。え、現在指定管理者に管理運営を委託しております下行行き行き市民活動センターにつきまして、指定期間が平成三十一年三月三十日をもって満了を迎えることから、地方自治法に基づき平成三十一年四月以降の指定管理者を指定しようとするものでございます。え、当該施設につきましては、 他の生き生き市民活動センターと同時期に募集を行っておりましたが2団体から応募があったものの両者とも要件を満たさなかったため再公募を行ったものでございます選定に当たりましては学識経験者等で構成する京都市市民活動センター評価委員会において応募団体の概要や事業計画等について総合的に評価し選考を行っております1 指定管理者及び指定機関等でございます。最公募の結果、5団体から応募があり、有限責任事業組合、町と仕事総合研究所が選定されました。指定機関につきましては、他の域域市民活動センターと同じ平成34年3月31日までの3年間を予定しております。また、京都市市民活動センター評価委員会の委員構成や開催状況につきましては、2 京都市,市民活動センター評価委員会に記載のとおりでございますなお下御生きいき市民活動センターの施設の概要指定管理者の概要事業計画および収支計画の概要選定の概況等につきましてはお手元に配布している議員会資料指定管理者の指定について参考資料に記載のとおりでございますのでご参照ください以上をもちまして説明を終わらせていただきますご審議のほどよろしくお願いいたします それでは質疑のある方は挙手願いますなければ以上で2つ議案に対する質疑は終わります次に報告聴取を行いますまずはじめに新たな京都市動物園構想の策定について中間報告の報告を聴取いたします理事者報告願います尾崎文化芸術都市推進室長着席して報告してください ありがとうございます。それでは、新たな京都市動物園構想の策定について、中間報告、ご説明を申し上げます。お手元に A41 枚ものの文化環境委員会資料と別添資料といたしまして、動物園構想の中間報告の A31 枚ものの概要版と冊子をお配りをしております。 京都市動物園では平成21年に策定いたしました現構想、共感で作る新京都市動物園構想が平成31年度に策定後10年の節目を迎えるにあたり多様化する環境教育のニーズに対応するとともに全国の動物園の中で希少動物の繁殖や研究、教育において主導的な役割を果たしていくため新たな構想の策定に向けて今年度検討を進めてまいりました。 検討にあたっては昨年8月に動物学の専門家や市民,員等から市民公募委員等から構成されます新たな京都市動物園構想の策定検討会議を設置し新しい構想についてさまざまなご意見や提案をいただいてまいりました検討委員会の名簿につきましては A41 枚ものの委員会資料の理念に記載をしております このたび新たな京都市動物園構想の中間報告として取りまとめを行いましたのでご報告をいたします。はじめに資料の1新たな京都市動物園構想中間報告についてでございます。これにつきましては別添資料の A3 サイズの概要版で全体像をご説明をいたします。A3 サイズ概要版表面をご覧願います。 新たな構想の全体像として、左側の列には京都市動物園のさらなる発展、真ん中には京都市動物園理念と行動指針、右側には5つの柱と27の施策の3つのブロックに分けて記載をしております。このうち真ん中に記載をしておりますのは、京都市動物園として目指すべき京都市動物園理念と行動指針であり、現代の動物園としての役割を果たすため、 今回新たに定めようとすするものでございますこの理念と行動指針を挟んで左側のブロックには京都市動物園のさらなる発展として5つの視点でそれぞれ現状分析と課題認識を記載しておりま,すまた右側のブロックではこの課題認識を踏まえ真ん中の理念と行動指針のもとに進める具体的な取り組みを5つの柱と27の施策としてまとめております。 ページ真ん中のブロックに記載しております「かっこ1京都市動物園理念」として記載しておりますのが一部読み上げさせていただきますが人間もまた地球に生きる動物の一員であることを踏まえ京都市動物園は人を含む全ての動物の命と暮らしに敬意を持って向き合い市民の皆様と共に動物園文化の成長と発展に寄与することを目指すことを掲げております。 え続く括弧に行動指指針針では6つの指針を定めておりますえ具体的には丸1絶滅の恐れのある動物の繁殖に取り組むこと丸2動物の福祉に配慮すること丸3研究を推進すること丸4環境教育を実践すること丸5安全で安心な動物園であること丸6人と動物にかかる文化を発信することとしております。 次に右側のブロックに記載をしております5つの柱と27の施策について特徴的な施策について説明をさせていただきます右側のブロック1つ目の柱として生物多様性の保全に力強く貢献し日本をリードする動物園として持続可能な飼育展示や希少種の保全活動を進めるとともに 動物福祉に配慮した取り組みや国内外の希少種の繁殖保全を行います2つ目の柱は野生動物の行動や生態福祉を研究する世界水準の動物園象やゴリラをはじめとした希少動物の保全及び動物福祉の研究をさらに推進し研究成果を日本国内だけでなく世界に向けて積極的に発信いたします 三つ目の柱は文化教育施設として日本国内のオンリーワンを目指す動物園。動物園に求められる教育のニーズの高まりを踏まえて、関係機関との連携により生物多様性を学ぶ機会を広く提供し、動物園における環境教育の充実を図ります。四つ目の柱は多くの人が集い、多くの学びを広げる動物園。 国際文化観光都市として園内の動物説明版などの多言語化を図り観光客インバウンドによる海外からの来園者や教育旅行の誘致を積極的に推進いたします。最後に五つ目の柱は近くて楽しい動物園のさらなる発展です。市民の皆様との共同やハード整備、計画的な維持管理、安全対策に力を注いでまいります。次に概要版の理面をご覧ください。 概要版の理念、ここでは5つの柱と27の施策の関係を記載しております。それぞれの関係性を考慮し、相乗効果を生み出していくことにより、SDGs の実現への寄与を目指すとともに、動物園理念の実現に向け、戦略的に施策を展開していくこととしております。それでは A4 の委員会資料にお戻り願います。A4 委員会資料、資料の2、2、 新たな京都市動物園構想の策定検討会議についてでございます新構想は今年度中の策定を予定し8月以降4回の検討会議を重ねてまいりましたその中で委員からの意見として保育園幼稚園学校関係者や市民の皆様など関係者と意見交換を行い多様な意見を取り入れた構想とすべきではないかとのご意見があり 来年度、市民や関係機関等のご意見を幅広くお聞きする機会を設け、構想の内容に反映させた上で策定することといたしました。最後に3、今後のスケジュールでございます。本日、中間報告を行った内容を今年度、素案として取りまとめ、来年度の4月から市民、関係団体との意見交換を行います。その後、検討会議を経て、文化環境委員会への報告を行った後、パブリックコメントを実施し、 12月に構想の策定定び広報発表を行う予定としておりますなお意見交換にあたっては動物園の来園者はもちろん保育園幼稚園や学校関係者等の関係団体に個別に意見聴取を行うほかふれあい祭り等のイベントや京都駅の駅前広場等において動物園の取り組みを紹介するブース出展を行うなど幅広く 市民の皆様と意見交換を行い、構想について意見をお聞きしてまいります。新たな京都市動物園構想の策定についての中間報告は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。はいえー、ただいまの報告について何か質問はございませんか。はいえー、森田由美子委員お願いします、えっと 私すごく動物が好きなんでね、あの、新婚旅行アフリカのケニアだったんですよ。<laughs> あの、自由にね、あの走り回る野生のゾウとかキリンとか、そういうのに比べたらね、動物園、あの、悪いとは思うんですけどね、あの、やはり京都市動物園は、他都市の私が行った動物園の中でも、ちょっと狭い。 かなと思うんですけどあのまあいろんな研究なさるのあの種の保存とかあのすごく大切なことだと思うんですけどあの動物あんまり溶け詰め込みすぎてねそのスペースの中にあの動物があの飼育スペースはちゃんと生態に動物の生態に応じた飼育スペースは取れているんでしょうか尾、えー、崎市長、えー 動物の展示に関すするごご質問でございますあの動物に十分なスペースが取れているかというご質問でございます。あの平成23年からリニューアル工事を行いまして、例えばその造車、キリン車についての拡張整備を行ったということとともに、やっぱり最近で言いますと、動物福祉の観点が世界的にも、 言われているところでございます飼育動物が心身ともに健康に暮らせるような工夫試みを行います環境エンリッチメントについても本園として取り組み動物福祉の考え方のもとにあの飼育動物の生活の質の向上に努めているところでございます森田由美子委員まああの子供が小さい時に動物園あの京都市動物園を見に行った時よりも私が市会議員になってねすぐぐらいにあの 新しくリニューアルオープンされた時にはちょっとあのスペースが広くなってて動物も生き生きしてるようには見えましたでもあのよ岡崎地域をね夜の活性化ってあの夜のにぎわいっていうことで併設のレストランとかもね夜間営業が前提だったと思うんですけどであの夜の図書館カフェっていうのがねこの中に書いてあるんですけどその動物がその 併設されている施設でね、夜ガヤガヤいうことがあったらストレスが起こると思うんですけどそういうのは大丈夫なんでしょうか尾崎市長夜間レストランについてのまご質問でございます夜間レストランあの委員からご紹介いただきましたように岡崎地域のま夜のにぎわいづくりの一環ということでま実施をしているものでございますけれども あのまあ夜になりますとあの動物まあ飼育舎内にまあ移動するというのがまあ基本であります。あのこれまであのご指摘のまあ光、音等での動物性の影響が出たことはございません。森田由美子委員、あのゾウの糞をねコンポストで堆肥にしているって書いてあったんですけど、私あの大阪の実家のねあの隣の人が天王寺動物園にあの 毎週象の糞をもらいに行くって言うてねでそれで野菜をあの育ててはったんですねすごくおいしい野菜いつもあのお隣さんのお酢を開けていただいてたんですけどあのそういう何ていうのかなそのこの対比にしている象の糞は活用はどうされてるんでしょうか尾崎市長。 ゾウの対比についてのご質問でございます。あの、京都市動物園でまあのまコンポストでま肥料化してますのがまウとシマウマの糞え対比化をしております。あの活用につきましてはえ、府植物園京都不立植物園。 府立、えー、植物園の方からはあのバナナを生育して、まあ、ゾウの使用にする取り組み、で動物園から植物園には堆肥化したふ、えー、を提供するということで、お互いにまあやり取りをして、そういう交流をしておりますのと、あとご依頼いただきました保育園、あるいは農家とにあの、えー、無償で提供してあの、本園もしております。以上でございます森田由美子委員 保育園とか市民が喜んでくれてるんだったらすごくあのそのゾウのふも活用のがいがあったと思うのであの進めていいいいたただきとと思いますありがとうございますであの一説ではね虎とかライオンとかの排泄物はねあの犬猫余計にあの役立つんやって言うてね聞いたことがそれがほんまなのかどうなのかってで研究してねもし使えるもんだったらそれもねあの使いようがあるんじゃないかなと思ったんですけどいかがでしょうか 尾崎市長、あのまあトラやライオン、まあ肉食獣についての、えー、まあふんなんですけれども、えー、どう言いますかそのまあ生の状態のものについては <laughs> やっぱりその飼育動物等からすると、えー、警戒心を抱くようなまあ臭いがするというふうに言われているようでございます。でただし、あの当然生の状態ですので我々人間にとっても 強烈な匂いがするということがございます。あのですのであとまあ量についても少量ということでございますので、えー、提供を行うということについてはあの行っておりません。森田由美子委員、あ研究はしてないってことですね。別に <laughs> 片山動物園長、えー、委員ご指摘の通り。 えー、肉食動物の糞については、えー、生の糞の状態でお,あのお客様とかあのご希望者にお渡しすることはしておりませんし、まあ、衛生上もそれは問題があるだろうと思います。えー、岩手大学で、えー、研究をされてまして、えー、肉食動物の糞につきましてもですね、あのー、犬猫の気肥効果そこをやっぱりあの自分より強い動物の、えー、糞の匂いで。 そこにまで近寄らないというような効果があるというような研究はされている結果がありますただ堆肥化をするとですね、えー、タンパク質が全部分解されて臭いがしなくなりますですから、えー、肉食動物の糞の堆肥化はしておりませんまた効果はないということでございます以上でございます 森田由美子委員堆肥としてっのいうのは私も思っていません、の多分すごい匂いがするんだろうなと思っているのでそれを堆肥にするのは無理だなと思うんですけどちょっと少量犬猫余けみたいな感じで使えるんだったらと思ったのでそれはよそでは研究しているということで効果があるということ京都市ではそれはちょっとあまり考えづらいということだと思うので。 おありがとうございますであの一般のボランティアの、ね、募集で書いてあったのがあの、えっとこえっと、動物を触る小動物を触るのにあのサポートするそういうあのボランティアがあったと思うんですけど動物が好きな人だったらあのやりたいというそのサポートのボランティアだと思うんですけど、ね、あの繊細な小動物の扱い方っていうことであの資格が あのまあ必要なのかそれか研修がまあ必要だと思うんですけどあの考えているあのそれはあのちゃんと考えてるんでしょうか尾崎市長京都市動物園のボランティアまあ一般ボランティアについてでございます動物園のまあ一般ボランティアであの募集しておりますのが京都市動物園ボランティアズ え制度な設けておりますあの会員の皆様50名程度あのいて、えー、いただいております。あの内容としましてはあのおとぎの国をまあ拠点として活動をいただいておりましてあの動物が好きというだけではなくてあの実際にその来園者の方にその動物のまあ紹介をいただくとか来園者とも積極的に会話して。 教育復旧に努めることができる方が会員となっていただいてま活動をしておるということでございますで、まずあの、えー、京都市動物園ボランティアーズにまなっていただく方まずはその準会員という形で登録をいただきましてあの半年間は正会員のもとについて活動をいただくとその指導のもとに活動をいただいてまあ、その後も半年間の その活動期間を経て、ですね正会員の方が能力、あのこの方についてはあの、えー、おありの方だというその、えー、ことが認められますと、今度はその動物園が実施いたします動物の生態に関するまあ知識、技術、ボランティアについての,その心構え等、ですね、えー、登録講習会を受講していただいて、その上でまあ正会員となっていただいているということでございます。 あの活動としましては、その動物園のファン作りであるとか、まあ身近な動物園、えー。我々としては目指しております。あの、それに、あの大きな役割を果たしていただいているというふうに思っております。森田由美子委員。あのボランティアだから、多分、あの無償、あの無償で。来られるとは、あの、いうことですよね。で、あの、せめてね、あの交通費とか、そういう何か、あの、なんていうのかな、その。 やっていただける人の負担にならないようなあのことをやっぱりあの考えていただければなと思いますので、それをちょっと,ちょっとは考えていただきたいということで、お願いしましてあの、質問を終わらせていただきます。ありがとうございまましした続きて豊田委員 <laughs>、えー まあ私、あの今日が最後の、えー、委員会です、えー。1年間ありがとうございました。またあの12年間お世話になりました。えーあのまあ、最後の質問の前に、ちょっとなんかね、新動物園構想ということの話とは、ちょっとだいぶずれたような話があって、どう話していいのかなと、ちょっと今思ったんですけども、あのー、まあね、私もあの動物は好きなんです。 あのーまあ、人間は変わってるけども動物は好きという、まあ、こういうあの状況なんですけども動物園にも、えーまああのー、私、娘がおりますので、まああのー、しばしば、あのー、お伺いさせていただいています、まあ、そうした中で、ねあのー、動物園の方うがまあリニューアルが、えー、完了されて、ねまあ、今後、えーまあ、どういった形で事、えーまああのー、業を実施されていくのかということで、まあ、私が一番まずは懸念している面はです、ねまあ、入園者数が あのリニューアルオープンの平成27年にはあの100万人を超えたというもののです、ね、まああのまあ、この数年ですね、100万を切るというような形で、まあ、微減という状態が今後も続いていくのかなと思うんです、まあこれは、ねまあ、少子化の影響であるとか、さまざ、あ、まな要因があると思うんですけれども、おそらく今後も増えていくというのではなく、まあ、減少していく傾向にあるのではないかなというふうに感じております。そ、まあ、そうした中で、ねまあその下がり幅を どこまで止めていくのかというのがですね今後問われると感じております、まあ、その魅力のある動物園づくりということでですねさまざ、あ、まな取り組みをしていただいているんですけどもまずはね私あのこれらの、まあ、構想の中でね、まあ、まず一番あの京都市が力を入れていかなければならないのではないかなと思うのが、まあ、希少動物の繁殖 まあこれはねあの京都市は非常に国内の動物園の中でもですね非常に高い水準を誇っている、まあ、こちらの方にも記載 してありますけどね特にまああのゴリラなんかは、ね、もう京都市より西側では、えー、日本国内では見られないということでね日本で一番西側に見られる動物園になるということでねまあ昔で言えばそのゴリラなんかというようなぐらいのレベルだったのかもしれませんけどもやっぱりワシントン条約に、ね、よる厳しさとかですねまあ、そういったものもあってまあ年々入ってこないというかですね導入が難しいというようなこともあってこういう状況が続いていると思うんですけども希少、まあ、動物を今後ねあの 繁殖を推進していくということそれとですねあのこの希少動物の導入をどのようにしていくのか、まあ、あのゴリラの方も、えーまあ、あの子供赤ちゃんが生まれたということでありますけども、まあ、今後ねあのこうした希少、えー、動物の導入っていうのが年々もうどんどんますます厳しくなっていくと思います、まあ、そうした中でね、まあ、あの飼育環境の整備という、まあ、先ほどお話もありましたけどもそういったことも含めて新たなこの希少動物の 導入ですねこれ、これらの繁殖を目指す導入ですね、えー、これをねどのように取り組んでいくのかをご見解をお伺いしたいと思います尾崎市長。希少動物の、ね、繁殖答え、山導入に関するご質問でございます。あの委員からご紹介いただきましたように、あの 京都市動物園におりますゴリラ、西ゴリラでございますけれども、繁殖については京都市動物園、12月にゴリラ赤ちゃんが生まれたところでございますが、動物園として、日本、全国で初となる3世代の 出産ということが実現したところでございます、それに見られますように、高い繁殖についての評価を得ておる、あとご紹介いただきましたように、西ゴリラについては、見られる縁としてはかなり限られておるところでございます。 あのおまあ、国内に7つの園で22頭おりますけれどもそのうちの4頭が京都市動物園に乗ると、まあ、我々身近にいててその魅力あ,のおあるいはその希少さが見えない部分はありますけれども実はそういう、えー、隠れた、えー、そういう、まあ、あの希少種が。あ 例えばグレービーシマウマや対馬ヤマネコについても同様おります。でそれを今後どういうふうな考え方のもで導入をして導入あの繁殖していくのかあるいはその希少種についての,その繁殖あるいはこう導入をどう考えるかということについては あの冊子のまあ一番最後のページなんですけれども、動物園としてどういう種をあの扱うのか、コレクションプラン、動物のコレクションプランとえいうことについて、しっかりと考えていく必要がございます。新構想の中でも、このコレクションプランをえ検討することとしておりまして、今後、保有しますまあ国内、海外の動物園とのまあ連携をあの進めるということ、計画的な導入に向けてあの進めてまいりたいと考えております。 豊田院まあ、ね、希少種だっていうことをねまずはあの市民にもねやっぱりもっと周知しないとあかんと思うんです。多分ん、この中の、ね、議員の中でもねシマウマなんてぐらいのレベルだと思うんですよ。京都市にいるシマウマはやっぱり特別なシマウマだっていうのもね多分、まあ、あのそういうことも含めてね市民の方にももっと理解していただくことって必要だと思うんですよね。まあ、あと、この動物のコレクションプランっていうことでねあるんですけどもやっぱり、まあ、今、全国の動物園でも、まあ、昔はね えー、まあ、えー、オスとメスとですね一頭ずつ飼って、まあ、コレクションするとかですねあるいはいろんな動物がいた方がいいっていう、えーまあ、そういったコレ,コレクションですね大阪の天王寺動物園なんかどちらかというとそういう色合いが強いと思うんですけども、まあ、あのじゃなくて京都市の場合はやっぱり繁殖を主に取り組んできてやっぱり研究をしていくっていうようなね、まあ、そういったことをねもっとアピールしてそしてまだあの報道機関ともね一緒になってやって来園者数を、まあ、ぶどまりをね どこまままでにすすするかととといい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 う努力はは、ね、今後私ししていってったたただきたいと思思、まあ、もお願いしたいと思いますそれとですね、まあ、あと合わせてですね、まあ、これらの,この市民の方から、えー、取ってるまあこのアンケート等々でいくとね、まあ、これまあもう局長絶対にしてくれないと思うんですけどねあの来園者アンケートの結果を見てると入園料っていうのは非常に高い評価を頂い,いてますまあそれ現在の600円というのがただ今ねどうあってもこれからやっぱり まあ施設の受益者負担っていうことを考えると、まあ、民間の動物園との格差そしてまだ海外でのど動物園の入園料がまあ千円数千円単位だというふうに聞いてることを考えるとね今の現状の入園料っていうのはまあ国内のねパブリックな動物園でだいたい数百円で入れるところが多いとは思うんですけども今後やっぱりこれはね私考えていかなければならない問題じゃないかなと思うんですよね。まあ、別にこれがねあのー 満足度として87%の方が現状のに満足はされているということでこれは非常にまああの低価格で一日楽しめるっていうところがあるとは思うんですけども今後やっぱり中長期的にね持続可能な動物園っていうことを作っていくためにはね私はいろいろ動物園回らせていただいたらね先ほどもあの施設が狭いっていうことも言われた方いらっしゃるんですけどね。 まああのもう私も都市行っていくとね、子ども連れてあちこち山、山に動物園が多いのでね、ああいうと所回っていくのもやっぱりもう、一日くたくたになることを考えるとね、まあ、京都市の動物園、ちょっと行って、ちょっと見てね、本当に次の日に疲れが残らないっていうのはね、親にとってもありがたいと思うんです。まあ、そういったことも含めてね、まああの、やっぱり魅力ある動物園を作っていくためにも、やっぱりまあその料金のことも含めてね、今後も努力をいただきたいなということを求めて、何かございますでしょうか。 尾崎市長。 ありがとうございます。えー、まあ、入園料の考え方についてのあのお考ええー、お聞きしさせていただきました。あのすいません。そ,その前にあの先ほどのあのま繁殖まあ、コレクションプランについてですけれども、あの委員からもおっしゃっていただきましたけれども、あの京都市動物園の特徴としては、やっぱり近くて楽しい。あのまあ、動物園あの面積にもやっぱり限りがあります。あの広げようがない状態です。あの、その中であと動物の取引について、えー まあ厳しい状況が続く中で,です、ね、やっぱり一円で完結させるというのではなくて、やっぱりその大変との,その交流、連携によって、その動物を全体としてどう繁殖させていくのかということが、考え方として必要になるところよかと思っております。これまでの研究機関としての成果、これを他園についても十分にアピールすることによって、京都市動物園の信頼性、高まっているという状態であろうかと思っております。 後もあのしっかりとその辺についてのあの取り組みを進めていきたいと思っております。あと、えー、入園料についての考え方でございます。あの去年からあの委員からはあのご指摘、あのご提案等をいただいたところでございます。あの、その後についても、あの我々としても状況について、えー、まあ、えー、大変状況などを含めて。 研究所のところでございますけれども、例えばで言いますと、やっぱりその国内と、まあ、海外、委員からも海外の動物園の紹介いただいたところですが、国内で言いますと、例えばその上野の動物園でもまあ600円と、京都市動物園と同じまあ料金でございます。あのやっぱり 海外も参考にすすることが必要でございますが国内の他園の状況もしっかり見ながら我々としては慎重に判断せざるを得ないのかなという,ふうに思っておりますただし持続可能な経営というのについてはもちろん大前提でございますのでまず我々としてはサポーター制度あるいは国空看板などの活用できることをまずしっかりやるその上で 長期的に、まあ慎重な、あの判断、ええ、の状況を見ながら、研究をしまりたいというふうに考えております。以上でございます。ええ、ライまあ、あのね、国内の隊員の状況というのは、本当にね、あの、まあ。ただどことも一緒だと思うんですよね。実際、その入園料を上げるべきか、どうするべき、このまま据え置くべきかっていうのはね。まあ、そこら辺は、やっぱりね、私、あの、そういった動物園の、その。ね、持っている自治体で、やっぱりしっかりとね。 あの共有はしていかないと駄目だと思うんですよね。まああのー、ただやっぱり、まあ、とはいえですね、まあ、自治体として、まあ、こうした文化施設そしてまた、えー、研究機関としての位置づけ、えー、教育機関としての位置づけ、まあ、こういったさまざまな位置づけの中で動物園を京都市はね今日まで維持運営されてきましたし、まあ、そしてせっかくリニューアルもできたことですし今後ねやっぱりあのー 長く市民の皆さんに愛されるようにしていただきたいなと思います。私自身もね、まああの一市民としてね、今後またあの訪れさせていただきたいなと思っておりますので、ますますの発展を記念いたしております。まあ以上で私の最後の質問終わります。続きまして山津委員。はい。えー、っと。 いろいろ見させていただきまして、えー、本当にあの動物園が向かって行こうとしている方向性というのはよくわかりましたただやっぱりあのこれからやはり豊田委員からもありましたけども少子化とかあ 高齢化というところで進んでいく中でやっぱりどうやってねあの入、来場者数を獲得していくかというのは、やっぱり考えていかないといけないことだと思っておりまして、やはりその中の打開策としてはね、やはりどうしても動物園というと、やはり子どもさん向けというか、私自身も、あの本当に子どもの頃は本当によく行ったんですけど、大人になって。 フラット行こうかなっていうのはなかなかやっぱりちょっと思わないんですあの、あの、どっか行こうかなと思うときに動物園がパッと浮かばない。でだから、これからぜひともですね、あの、大人向けの あのこともやっぱりもちろん研究あの考えられてると思うんですけどその辺りもう少し充実されてはいかがかなと思ってます。というのはインバウンドもこれから受け入れていきたいと言ってらっしゃいますけどそれも必ず子どもさん連れの方ばかりじゃなくって大人のツーリズムの方がやっぱりあの例えばシンガポールのナイトサファリに行かれる方が多いのと一緒でねあ京都に行ったらあの動物園行きたいなと思うようなあの見せ方っていうのも必要だと思うんですけどその辺りはどうな どんな見あのご見解でしょうか。尾崎市長、え京都市動物園まあ、えー、大人向けの取り組みまあ魅力づくりについてでございます。あの割合としましては、えー、リニューアルオープン後につきましてはあの大人の方のまあ来園者まあ割合は増えているという状況でございます。あの動物園としましても、えー、おっしゃ いただ、きましたようにあの大人の方への魅力づくりというのはあの重要なあのギーワードだというふうに思っておりますあの。例えば今こんなことをやってますということで言いますと、えー、園長さんと散歩これはあの片山園長があの動物園の楽しいエピソードを交えまして動物園の歴史、役割を、えーまあ、紹介をするそういう取り組みでございます。あのそれであるとかプレミアムフライデーイベント 動物園の職員が夜の動物園内のガイドを行いましてそのガイド終わったあ職員とその食事を交えながら交流をするとその中で動物の魅力にあるいは動物園の魅力を十分にお伝えするとあと夜の図書館カフェでトークということでさまざまなテーマで講座を行ったりとか。あの 子どもさんだけではなくて大人の方にも向けたイベントにこれも力を入れているところでございます。あの我々目指してますのはやっぱり子どもから大人の方まで、まあ 多様な世代の方、えー、障害学習の場となるような、えー、そういう取り組みを充実していきたいというふうに考えております。あのこの冊子の中でもまあ二ページのところで、えー、まあ、学びについての、えー、まあ、ページあるんですが、まあ、これはあの生き物学び研究センターですが、これで私もすごい実感しましたのが、あのこの京都市動物園、まあ、生き物について学ぶというのもそうなんですけども、えー、生き物から学ぶと。 えいうのがあの非常にこう実感として感じるところでございます。あのぜひともあの少し時間がある終わりの時に覗いていただいてあの今の動物園魅力を感じていただければと思っております。よろしくお願いいたします。山津委員はい。まああのいろいろお取り組みされているというのはあのご報告でも聞きましたし、あの状況も分かってます。ぜひともですね、やっぱりそういうのをやってるっていうのを。 やっぱりまだまだ知らない方も多いと思うんです。行ってみたいなと思うけども、え、そんなんやってたのっていうようなこともあると思うので、例えばそういったところで観光協会さんと連携取って、あの、また違った魅力の発信の仕方とか、えー、でしょうか、リーフさんとかにも協力していただいて、あの、その大人向けの情報、観光誌とかにまた一緒になってやっていくとか、いいんじゃないかなと思ってます。で、私はあの、結構お酒が好きですので、<laughs> できたらあの、ビールを片手にね、フラット回れたらいい いいんじゃないかななんていうことをっと言ったんですけどもやっぱりあのそれはねあの個々人それぞれのやっぱりマナー啓発とかしていかないとやっぱり動物がね驚いてしまうということもあるというようなことも聞きましたのであのそれはぜひとあの却下していただいて結構なんですけどもやっぱりそのやっぱ大人っていうところとあの併設してレストランがあるとかいうのもまたいろんな見かやり方でねあの魅力発信していける施設が整ってると思ってますのでその辺りぜひやってほしい なと思ってますであのその大人っていう目線でいきますと次今度あの修学旅行生をどうやって獲得していくかっていうところにまたつながると思うんですね。であのこのビジョンの中でも修学旅行生の誘致というのもやっていきたいということなんですが、えー、昨年度ですね訪れた、まあ、京都市外からの来修学旅行生の人数聞いてますけど中学生で1,576 人っていうんでしょうかで高校生はなんと23人でねあの市内からも含めたら、まあ、もうちょっと多いんですけどもやっぱり市外から少ないなぁとでしかも高校生に至ったら23っていう数字にゴッと下がるのはやっぱり目線がねだんだんあの中学生よりはもう少し大人の目線になってって京都まで行って動物園に行くんか。 かというような、やっぱりちょっとやっぱりあの学生自体も動物園をこう子どもさん向けなのかなって思ってる部分があるんじゃないかなと思うんですね。そこでまあ修学旅行生をこれから増やしていこうとする中で、どういったお取り組み考えられているかお,お聞かせください。尾崎市長、修、えー、学旅行生の誘致についてでございます。あのまあ高校生まあ23人 いまます高校生として届け出られたあの人数になりますので例えば小グループあるいは個人で来られた方についてはあのもっとおられる状況でございますあの動物園の中でのその学びこの冊子のまあ一番最後のところで今度は教育プログラムがございますあの 動物園で動物のことを学ぶということもあるんですけれども、例えば京都市の中で、4園間連携として、植物園、あるいは水族館、あと青少年、科学生、この4園間で連携をします、ここを訪れる、そこを窓にして、その自然環境であるとか、生態系についての学びができる。 そういうことのあの PR をあの行っていきたいと思っています。あのその中でその自然環境について学ぶなら京都指導部線に行けばあのプログラムを受けることができるよというような PR があのうまくできれば獲得につながろうというふうに思っていますのであのいろいろなその魅力づくりを行っていきたいというふうに思っております。山津委員はいあのちょっと 事前にお伺いしてたところでは、例えばその修学旅行生が、えー、来たときに、えー、自主的に見て回るのをサポートするようなこうワークシートなどを作って、えー、それをモットに、えーまあ、べあの研究というか、勉強というか、動物と見ていくというような取り組みもしていくというのも聞いてます。あのそれっっててすすごくいい取り組みだだと思ってますし、えー、ただ、あのー 方向性としては誰でもダウンロードできるような環境でやるという。 の聞いてますけど、やっぱり定期的にね、そういったのも更新しないと、やっぱり飽きられてしまったり、もうこれ事前に分かっちゃうわというようなこともありますので、その辺はまた工夫していただいて、ちょっとでもね、やっぱりこの唯一の研究機関を備えているというのは、本当これ京都市動物園の強みですから、やっぱりその辺をね、あのー、まあ、大人であったり、中学生、高校生であったりというところに魅力発信していってほしいと思ってます。で、今、あの、ちょっとご紹介ありましたけど、その、京都命輝く博物館ということで、えー 動物園、植物園、そして水族館、そして青少年科学センター、であの風も入って、民間も入ってというあの、すごい取り組みだと思ってます、でまた交通局もこう一緒になってあの、公共交通を使って、そこを、ま、回ってもらったりということで、今、またホームページにも今、更新されて上がってるんですけど、ここ、ぜひね、あの私あの、人気中に、 海外行政調査行かせていただきまして再生可能エネルギー環境地球の大切さというようなところをテーマに学びまして青野先生も、ね、一緒に行かせてもらいましたけどもそこの政策提案で青少年科学センターに立体的なあの。 科学地球儀が導入されました。で、それっていうのは、あの、地球環境の流れであったり、仕組みであったり、この先の、地球温暖化の状況であったりが、立体的に学べる、本当に素晴らしいものでございまして、ぜひともね、そこで、今後地球温暖化になったら、例えばどういった動物が、絶滅の危機に遭うかとか、あのー、いろんな、 やり方で、ね、連携してすごいあのいい勉強になると思うんですですすから、ぜひともその辺はね、あの青少年科学センターでの,その科学地球儀をまた一つの活用に使っていただいて、双方が、ね、あの利用者が増えるような取り組みにしていただきたいんですが、その辺いかがですか小崎市長科学地球儀活用した4円間連携についてのご質問でございます。 あの委員会ご紹介いただきました京都市青少年科学センターであの今年の3月に導入しております科学地球儀、2方向からの投影システムで宇宙に浮かぶ地球を体感できるシステムということで活用が始まったところでございます。 あのまだすみません、あの導入されて間もありませんので、あのプログラムの開発であるとか、まあ経費とか、えー、の含めて、ですね科学地球儀の具体の活用、どこまでできるのかっていうのが、まだこれからの状態、私どもにとってはまだこれからの状態でございます。あの4円間連携としまして、まあ、2か月に1回程度、あの、えー、関係者集まる会議ございますので、その中でもあの情報交換であるとか、えー、その活用について、あの、えー おっしゃっておられますようにあの見てわかるっていうのがやっぱり一番あの心に響くものになろうかと思ってますので研究をしてまりたいというふうに考えております以上でございます山津委員はいあの本当せっかくいいものですのでねあの動物園からもあのどなたかまた青少年科学センターの方に行ってねそれを使って例えばまた動物と地球環境 でまあ、私たち人類もそうですけどの関わりとかのレクチャーをされるとかいろんな使い方あると思いますのであの無駄にせずあのあの利用していただきたいと思ってますで、えっと、もう一つ、えー、この案の中に中間報告の中にやはりユニバーサルデザインといってどなたでもあの楽しんでいただける動物園ということで、えー、現状どの辺までいわゆるそのユニバーサルデザイン進んでますでしょうか そして、あ、ごめんなさい。そして、今後、あの、取り込まれる内容をお聞かせください。尾崎市長。ユニバーサルデザインについて、あの、まあ、現状、それと、まあ、あの、これからの取り組みの状況等についてでございます。あの、まあ、平成二十一年度に、まあ、京都市、まあ、現在の構想、まあ、策定をして、まあ、その構想に基づいて、まあ、再整備を行って。 ところでございますがその際にですね、えー、命の大切さ環境保全の重要を伝える場として環境負荷の少ない施設整備を推進するということとともに、えー、子どもからお年寄りまで楽しめるような子どもトイレ、えー、授乳室やスロープを設けるなどユニバーサルデザインを、まあ、今現状まあこれまで考慮しておる状況でございますあとまあ園内で配艦しております園内マップについてもユニバーサルデザイン、まあ、見やすさについてのの色彩変更であるとか を行っておりますあすみません、これについては来年度から考慮したものに見直して配下を予定をしておるところでございます。あと、まあ、今の課題としまして、目が、まあ、ご不自由な方、まあ、盲導犬の導入が一つ課題としてございます。これについても実施に向けて研究をしておるところでございます。山津委員 はい、そうですね。あの盲導犬ということで聴導犬もそうだ。 しようけどもやはり動物との,あの関わりっていうところもあるというので、一つちょっとハードルだというのも聞いてますので、やはりそういうのもクリアしていただきたいと思ってますし、あの、聞きますと、このユニバーサルデザイン化であったり、まあ、障害のある方でも、あの、安心して見ていただけるっていうような施設への取り組みというのは、相当あの、尽力されているというのを聞いてますので、あの、それってまた一つね、魅力につながると思ってまして、で、産業観光局の方で、そういったあの、 いわゆるユニバーサル観光ナビって言ってそういうバリアフリー化が整っているようなところの施設を PR したりまた観光コースを紹介したりっていうサイトがございましてそこには動物園はいわゆるそのバリアフリー化が整ってますって言ってそういった項目での紹介はあるんですけども観光コースっていうところには入ってあのまだ紹介されてないんですね。でもこれってすごくあの ね、あの、中に入れば、さっきも言いましたようにレストランもあるし、まあ、言たら時間の使い方によっては結構丸一日遊べるっていうようなところでね、そういう車椅子の方であったりが安心してまた楽しんでいただけるせっかくの施設ですので、またよかったらあの参観の方とあの、お話ししていただいてね、あの、そういったコース策定とかの検討していただいたらいいんじゃないかなと思ってます。で、あの、最後に、えー、そういったインバウンドであったり、これから海外の方も含めて、えー、まあ、 お越しいいただけるよううな施設もということこでございますでそうなってきますとやはり二条城で今4月から今度キャッシュレス化が進みますでまあ今入場料のことでいきますとやはり豊田委員からもまあ値段がなかなあのリーズナブルにやってらっしゃいますのでということですのでやはりキャッシュレス化を進めるとなるといろんな初期費用や何かっていうことでその辺の採算がねやっぱり難しいことなのかもしれませんけどまた一つ検討していくタイミングというのは来る かもしれないと私は思ってますでレストランとかショップではもうあのそういったクレジットカードキャッシュレスカードであの決算ができるとは聞いてまして、まあ、それで今一つは大きく十分かなと思ってますけどもやはりそういったまた 時のねあの竜なんです潮流に合わせて、えー、そういったキャッシュレス化も検討されることがあるかと思いますのでその辺はねあのぜひとも敏感に反応して、えー、対応していって、えー、魅力あふれる動物園となりますことを私もあのこれからまた応援してまいりたいと思っております、えー、終わりますはい、はいえー、続きまして井上委員 はい、私も最後で <laughs> 質疑いたします、あのー、え動物園、あのー、有名な動物が亡くなったときは、もう新聞にも出ますし、園内でもきちっとしたことをされると思うんですけど、名もない、あのー、動物があのあのし死亡したとき、そのときはどのようにさ,されているんでしょう。片山園長 えー、京都市動物園、あのー、実は、えー、今年115年、えー、1903年の設立でございますので115年を迎えます、えー、これまでの長い歴史の中で、えー、議会や市民の皆様の応援をいただきながらここまで運営できておりますでやはり動物園ですので日々あの動物の生き死にというのには向き合うことになります。えー、毎年10月にですねあ 獣医師会と京都市動物園が合同で動物慰霊祭というものを行っていますその1年間で亡くなった小さな動物も含めて、えー、その魂を鎮めるということで厳粛な、えー、慰霊祭を現場あの京都市動物園の中に動物慰霊碑がございますのでそこで取りな行っているところでございます実際の,あのごめんなさい死骸とか小動物につきましてはですねこれはあの ちょっと生々しいんですけども、一般ごみとして、えー、京都市動物園は事業所系になりますので、事業者の方で処理をしていただいているということでございます井上委員。そういう、なんんもない動物でも、あの子どもさんが見て喜んだり、もちろん親御さんも楽しんでおられたことと思います。そういうい動物やっぱり あの有名な動物が死んだ時も亡くなってあのお,お,お悔やみをして,してますいうその園舎の前に印入れるとかね小さい名もない動物がいてもこ,あのこれこれの,あの種類の何やらちゃんが死んだって亡くなりましたとかそういうふうにし着貼はったらねあのその動物も浮かばれるんじゃないかと <laughs> あの今の動物慰霊祭 もう10羽一からあげ <laughs> 言うたら悪いけどまあそんな感じもしますし今の,あの一般ご家庭でもねあのペットが亡くなったらもうあの悲しんでですねそしてお墓まであのちゃんと入れておられる方が増えてますわねそういう時に動物園もそういうちっちゃい何もない動物もこうしてあの小さい命を。 皆さんのおかげで、マットしました。ありがとうございました。というの、出したら、ええのんちゃうかなと、あの、思いますけど。その辺は、あの、今のままで、ですか。<laughs> 片山園長。ありがとうございます。あの、動物の命を、まあ、敬うと言いますか。あの、日々、そういう姿勢で、向き合いながら、残念ながら、亡くなった場合はですね。 あの実はあの先生ご指摘のようにご案内のように、えー、動物が亡くなりますとその従者の前に、えー、いついつ亡くなりましたとこれまでの,あの、えー、ご愛顧をありがとうございましたということで掲示をさせていただいてますでなおかつ市民の方からはですね花束をいただいたりとかそういうことをいたさして,あしていただいてますのでその花束も飾らせていただいたりとかいうことでやっております。はい、井上委員 質問せへんかったよかったと思うぐらい、ちゃんと <laughs> あのしていただいてまして、本当にありがとうございます、あの動物もみんな、命あるもんですのでね、あのそういう縁者のところにしてもてる、これが私、大切やなと思ったんで、ちょっと質問させていただいたわけで、あのちゃんとしてもててありがとうございます、以上です。はいえー、他ににございませんか、はいえー、なければ次に平成30年度 自治会町内会アンケートの結果についての報告を聴取いたします理事者報告願います山村地域コミュニティ活性化北部3館振興部長着席して報告してください、はい、ありがとうございますそれでは平成30年度自治会町内会アンケートの結果につきましてご報告を申し上げますお手元に文化環境委員会資料及び 平成30年度自治会庁内会アンケート報告書の冊子の2点をお配りしておりますそれでは文化環境委員会資料をご覧いただきますようお願いいたしますまず1調査の目的についてでございます本市が京都市地域コミュニティ活性化推進条例に基づきまして地域住民主体の取り組みを支援していくにあたり地域コミュニティの中核であります自治会庁内会の現状や課題を把握して今後の施策に役立てるため 平成24年度からこのアンケートを実施しており今回が5回目となります次に2調査の内容についてでございます両学校1調査時期両学校2調査対象及び両学校3調査方法につきましては記載のとおりでございます両学校4質問概要ですが平成28年度と同様に地域コミュニティ活性化推進審議会の辰木茂雄会長の監修の下地域の暮らしの様子や 学区における地域活動に関する項目を中心とした内容としておりまた自治会町内会の現状や課題を具体的に把握するため代表者の属性や運営の課題加入のメリットについての質問を追加しております質問数は58問でございます2ページをお開きください3配布回答の状況についてでございます 今回のアンケートでは各学の自治連合会、自治会連合会等を通じまして6,477枚を配布し、3,345件の回答をいただきました。回答率は51.6%となっております。次に4、調査結果の概要でございます。両学校1、自治会町内会の加入状況について、自治会町内会の推計加入世帯数は、

算出した推計加入世帯数と調査期間中である平成三十年十一月一日現在の総世帯数をもとに算定しておりますなお中書きにありますように推計加入世帯数につきましては自治会町内会が組織されていない地域が各学への紹介調査の結果全世帯の一割と推計して算出しておりますこれまでの推計加入率の推移は箱書きに記載の通りでございます 自治会町内会ごとの加入世帯数は1から50世帯が44.8%と最も多く続いて51から100世帯が31.6%となっておりますまた1団体あたりの平均加入世帯数は71.7世帯となっております以降のアンケート項目に係る結果につきましては申し訳ございませんが平成30年度自治会町内会アンケート報告書の冊子の方を元にご説明させていただきたいと思います 報告書のあの５ページをお開き願いたいと思います。最初に２自治会町内会のへの加入についてでございます。両学校一転入者の加入状況につきましては、すべての世帯が３６．７％で最も多くなっていますが、前回前前回と比較して減少をしております。次に両学校に 加入の呼びかけの状況につきましては未加入者や転入者に加入を呼びかけているが80.1%に達しております続いて6ページの方をお開きください両学校さんマンション住人とのコミュニティの形成状況につきましては全く関わりがないが22.5%で最も多いですがマンション住人全員が加入しているも14.9%と前回より増加をしております 次に両学校4自治会町内会の課題につきましては高齢者が多く活動に参加できる人が少ないが65.2%と最も多く高齢の一人暮らし等が多く役員を担える人が少ないが47.9%行事や活動への参加が多く役員をはじめ負担に感じられている人が多いが29.4%活動に参加している人が固定化していて活動に広がりがないが24.8%と続いております。 7ページをご覧ください4自治会長内館など地域の暮らしの様子についてでございます両学校1社会生活のマナー等といたしまして6項目についてお尋ねしマナーが守られていることを示すほとんどないの丸囲みの5は48.6%どちらかというとないの4は14.6%となるなど まあ前回調査ととほぼ同様のの結果となっておおります8ページの方をお開きください、えー、両学校に住民同士の関わり合いといたしまして8項目についてお尋ねし関わり合いが深いことを示す「よくある」の1が8.0%「たまにある」の2は30.3%のなり近年のつながりの希薄化を反映して前回より低下する結果となっております。 9ページの方をご覧ください。両学校さん安心安全犯罪不安感といたしまして4項目についてお尋ねし不安感が大きいことを示す非常に心配なの1、ま、は7.2%全く心配していないの方は5は12.5%となるなど前回より安心感が少し増加しているという結果となっております。10ページをお開きください両学校4 子育てのしやすさ高齢者の住みやすさといたしまして11項目についてお尋ねし子育てのしやすさ高齢者の住みやすさが高いことを示すよく当てはまるの位置は1は16.1%少し当てはまるの2は21.4%となるなど前回より低下する結果となって,なっております11ページをご覧ください。5 学区元学区における地域活動についてといたしまして16項目についてお尋ねをしております12ページの方をお開きください地域活動が活発なことを示すある程度行われているの1は17.7%たまに行われているのには18.4%となっており前回より少し低下する結果となっております次に6 地域の京都市の地域コミュニティ活性化策についてでございます両学校1の条例につきまして名前も内容も知っているは10.0%と前回と比較してやや低下しております名前は知っているが内容は知らないは33.9%と前回と同様の結果となっております 13ページをご覧ください両学校2の地域コミュニティサポートセンターにつきまして「相談や問い合わせをしたことがあるは 5. 3」は5.3%「存在は知っているが相談や問い合わせはしたことがないが」が37.2%で前回よりいずれも少し増加をしております。次に7自治会町内会の代表者の属性についてでございます。 両学校1の性別につきましては男性が65.2%女性が33.3%であり女性の割合が平成24年度と比べ大きく増加しております14ページを開きください両学校2の年齢につきましては60代が31.4%次いで70代が27.6%となっております 次に両学校さん会長の在任年数につきましては1年未満が65.7%で最も多くなっております15ページの方をご覧ください両学校4の町内にお住まいの期間につき,につきましては20年以上50年未満が38.5%と最も多くなっております次に8自治会町内会の必要性についてでございます 日常的に挨拶など顔の見えるお付き合いができて何となく安心で住み心地が良くなるが73.1%と最も多く次いで防犯や防災子どもや高齢者の見守りなどご近所同士で取り組むことで安心で住みよい町となり町の価値観を高めることができるが64.2%地蔵盆等京都の伝統的な生活文化を支えているが39.9%と続いております。 申し訳ございません再度あの文化環境委員会資料の方にお戻りを願います委員会資料の5ページをお開き願います、えー、最後の方の段落の５調査結果の総括についてでございます両学校1推計加入率についてでございますがこれまで条例及び推進計画に基づき様々な取り組みや支援を展開してきた結果 自治会町内会の推計加入世帯数は若干増加をしているものの世帯数が単身世帯を中心に増加していることが推計加入率が改善をしない要因であるというふうに考えております6ページをお開き願います両学校に自治会町内会への加入状況と加入の呼びかけでございます転入者や未加入者に加入を呼びかけているが大きく増加しておりまた マンンション住民全員が加入しているも増加していることからこの間地域と役所支所が連携した役所支所が連携した地域力アップキャンペーン月間の取り組みや住宅関連事業者等と連携した加入促進の取り組みなどの効果が表れていると考えられこの意識の高まりを生かして未加入者や転入者と地域住民との交流を促すための支援をより強化していく必要があります次に両学校さん自治会町内会の課題につきましては 平成24年度アンケート結果と同様に地域住民の高齢化役員の担い手不足などが最も多く挙げられており自治会町内会の運営状況等をより具体的に把握し多くの住民が参加しやすい地域活動の在り方を検討していく必要がございます次に両学校4地域の暮らしの様子や学元学校における地域活動についてでございます社会生活のマナー等や安心安全につきましては前回より好転も見られる一方で 子育てのしやすさ高齢者の住みやすさにつきまして高齢者が気兼ねなく参加できる活動が盛んであるや地域と PTA が協力し合って地域活動を行っているが低下していることから高齢者や子育て世代の地域活動への参加を促進するため地域コミュニティに関わるさまざまな取り組み相互の連携や企業学校 NPO などとの連携を進めることが重要でございますまた元学校における地域活動につきましては 近所同士で勤めて挨拶をするようにしているが増加するなど顔の見える関係の大切さが見直されてはいるものの住民が自分ごととして地域活動に関わっているや地域全体に地域の課題を広く知ってもらうようにしているなどの項目が低下しているため住民の情報共有や課題解決に向けた協議の場づくりなどへの支援を行っていることが必要でございます。ままた部が現在も熱心に行われてておりまして 京都ならではの地域の伝統行事が良好な地域コミュニティに大きな役割を果たしていることからこのような誰もが参加しやすい地域活動の魅力を高め発信していく必要がございます次に両学校の条例及びサポートセンターの認知度を高めるため引き続き条例の理念やサポートセンターの存在と活動内容を周知していく必要がございます7ページの方をご覧ください <laughs> 両学6アンケート結果の市民地位につきましてアンケート報告書はポータルサイトに系統掲載するとともに分析結果についてはリーフレットにより回覧するなど市民に分かりやすくお知らせをしてまいります次に6といたしましてアンケート結果を踏まえた今後の取り組みについてでございますまず両学校1地域住宅関連事業者京都市が連携した自治会加入促進等の取り組みでございます マンンション新築や戸建て住宅の宅地開発の際に転入者の自治会加入等に関して地域と事業者との間で協議を早い段階から進めていただく転入者地域交流支援制度をこの4月から開始をいたします。併せて本市と住宅関連4団体とで締結した協定に基づき住宅の販売仲介等を行う際に地域活動の紹介や加入の呼びかけを行っていただく取り組みを引き続き進めます。また 良好な地域コミュニティの形成に積極的に取り組むマンションの取り組みを発信し、地域住民の交流を一層促進する仕組みづくりを行ってまいります。次に、両学校にサポートセンターを中心とした中心とした自治会町内会の支援でございます。サポートセンターに担当まちづくりアドバイザーを配置し、各区のまちづくりアドバイザーと連携して現場に出向いて、自治会等が抱える課題を把握・分析した上で、 適切な助言や支援制度の紹介等により、地域に寄り添った支援を行っております。また、事例を収集し、ポータルサイトに掲載するなど、広く給与を図っておりますが、今回のアンケートで記載いただいたいろいろな運営の工夫の事例なども、サポートセンターの取り組みに活用してまいりたいと思っております。さらには、地域活動にこれまで参加する機会が少なかった若い世代の声を、多様な団体から聞くワークショップ等を開催するなど、 多くの住民が参加し約束するための方策を探ってまいります最後に7地域コミュニティ活性化推進計画の点検見直しについてでございます地域コミュニティ活性化推進審議会においてアンケートの調査分析の結果も踏まえ取り組みの検証を進めるとともに部会を設置しテーマごとに課題解決のための検討を行い平成32年度に予定している推進計画の見直しに反映させてまいりたいと考えております 平成三十年度自治会庁内会アンケートの結果に関するご報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。はいえー、ただいまの報告について何か質問はございませんか。赤坂副委員長。えー、私の方からいくつか質問させていただきたいと思います、えー。今回の自治会庁内会アンケートの調査結果というのは非常に重要な中身が、 目的がはっきりしたなと、また状況がよくつかめているなということを、私自身は感じています、まあ、今回の調査の結果というのは、ですね28年と比べて、全身面、後退面っていろいろあるんですけども、まあ、マンションの加入率が上がったと。 いうふうなことをおっしゃっておりましたけれども、今回のその結果について、ですね特に特徴点として、えー、どういうふうにお考えになっているのか、えー、ご見解をまずお願いいいしたいと思います山村地域コミュニティ活性化、北部振興部長はい今回の自治会、町内会アンケートの結果についての特徴といいますか、えー、総括的なと。 ついいてのごご質問でございます、えー、総括のところでも一旦まとめさせていただいておりますけれどもやはり今回あの推計加入率の方が67.7%ということで前回平成28年度の調査と比較いたしますと0.8ポイントの減少ということになっております。加入世帯自体は なんとか微増ということでございますけれどもやはり母数となる推計世帯数はかなり増加しているということもありまして加入率の方に響いてきたのかなというふうに考えておりますけれども、えー、自治会加入促進についてはこれまでいろいろ条例推進計画に基づいて取り組んできたところでございますがやはり厳しい数字であるということは厳しく受け止めておりますただ一方で今先生もおっしゃいましたけれどもある程度あの明るい見通しといいますか、あのー、やはり その未加入、転入者に関する呼びかけの状況というが非常にこう地域の方々も含めて頑張っていただいているということそれから、加入率の底に反映してないんですけれどもやはりあの近所の挨拶が大切であるとかそういう関係性についてのご理解もいただいている結果も出ておりますあのそういうところも見ながら課題を踏まえながらこれからえいろんな施策等をあのしっかりと考えていくことが必要であるかと考えております。赤坂副委員長 えーまあ、ずっとあの資料を見,見させていただいたら本当に特徴的なんですね、でまあ、昔,昔流の落中っていうんですか、あの行政区ですね、えー、そういう自治会は非常に加入者数は平均で、まあ、少ないんですけども、加入率が高いと、そして一方で、落外行政区、まあ、私らの伏見とか、伏見でも第五ですよね、それから西京。 そういうところでの山科もそうですけども、えー、一自治会の加入者数が非常に100人以上多いんですよね、でそういうところでの特徴というのは、私自身は、まあ、特に、まあ、市営住宅などの,この集合住宅が多いからということではないかというふうに思うんですけれども、まあ、そこでですね加入率が減少したり、 えー、自治会費が集まらないというふうなことで、まあ、教育費も集められなくて、えー、自治会役員が投げているというふうな事態も聞いております。そういう点で、まあ、京都市の加入の支援をこれからやっていくというふうにこの方向性として書かれておりますけれども、まあ、京都市の住宅局との関係ですね、えー、そういうところも重視すべきではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。山村部長。 はいえー、マンション等,等、に集合住宅等についてのまあ加入の関係、それから市営住宅等に関しての,あの加入促進等に関しての都市計画局を中心としたところとの連携についてのご質問でございます、はいえー、集合住宅等への自治会町内会の加入促進については、えー、これまで重要視して取り組んできまして、 9月市会の方でもまた条例改正をいただきまして新たに4月から先ほどもご紹介しましたけれども宅地開発も対象とした加入促進の制度運用を行うとともに住宅管理事業者との協定を締結して民間事業者にも協力いただきながら促進の取り組みを進めてきたところでございます今、えー、先生からのお話ございました市営住宅における自治会加入促進については都見議員の方からもこの間強くご指摘もいただいているところでございます 本市が適正な管理を行っていくために、共用部分の管理も含めて、やはりあの自治会に大きな役割を担っていただいております、その意味では、入居される際に、やはり自治会活動の必要性やその意義というのをしっかりご説明させていただきまして、ご理解して働いて,ていただくことが何より大切だったと思っております、その意味での啓発活動等も含めまして、えー、都市計画局ともこの間あの、いろいろと連携をさせていただいております。またあの やはり根本にある自治会活動に関する課題等につきましては、やはりあの共有する部分もようございます、その辺では我々サポートセンターでのいろいろなノウハウとか知見、まあ、逆に向こうからの都市計画系での市営の住宅における課題とも我々も共有いたしまして、あのその中での,あの、えー、できる取り組みを一緒にやっていければいいかなというふうに考えております。赤坂副委員長 あのーまあ、住宅局も、あのー、入居のしおりなんかにです、ね、やっぱりあの自治会加入ということを呼びかけておられますし、まあ、そこら辺のことですね、今、まあ、先ほどおっしゃっていただいたように、えー、問題点を共有して、えー、そしてやっぱり自治会という、自ら作っていく任意団体であるということも踏まえて、えー、しっかりと交流、今後の対応ですね。 検討していいいいたただきたいとういうふうに思いますそれからあの2つ目、3つ目にです、ね、私が思うのはこれを見ていて、元学区での町内会の地域活動が非常に日常的に進めているということでのこの町内の安心・安全というところがです、ね、非常に効果を 発揮してていいいるなとううふうに思っていますでその点であの自主的な行事のです、ねえー、子どもたちや高齢者の集まれる楽しい場所がいるということも私はこの今日の総括の中の呼んでいて、えー、感じました、まあ、そこで、えー、やはり私以前から申し上げておりますけども地域コミュニティのこのいわゆる拠点ですよね まあつまり町内会の集会所なり、集まれる場所が身近にあるかどうかというのは非常に違うんですね。運動会が終わって、えー、頑張ったなあというて、みんなで集まって、子どもも大人もお年寄りもみんな集まって、お互いの激励を、検討を激励するというふうなこともあるところとないところで全然違いますよね。でまた、あのー、そういうい高齢者の方々が 集まれる場所、単身の独居老人が増えてきたということでございますし、そういう人たちが私の町内でもですね、やはり老人会にの企画に集会所でやってるから、そこに入りたいから、まあ、自治会に入るというふうなことで、よみがえってくるということもありました。 だからそういう意味では、やはりこの集会施設じゃは非常に重要だと思うので、この点、あの毎年集会所の予算というのは一定程度、額しかまだ、もうほぼ決まったような額ですよね、毎年。まあ、こういうものをですね、やっぱりしっかり実態調査もして、集会所とこの町内会、自治会との関係をですね、やっぱり実態調査もしていただいて、この皆さんの コミュニティを形成していく一つの拠点をですね増やしていただきたいということを求めておきたいというふうに思いますいかがでしょうか山浦部長はい、えー、集会所等についてのご質問でございます、えー、地域の集会所につきましては自治会等による地域活動の拠点あるいはもう災害時の避難所にも活用されているところもあります重要な役割を担う施設であると考えております 地域コミュニティの活性化、それから住民福祉の向上、これまでからそういうふうな大切な機能を担っていっていただく集会所に対しましては、自治会、町内会が行うその集会施設の新築でございます、あるいは老朽化に伴う修繕につきまして、一定の件ではございますけれども、これまでから修繕、新築に対してその経費を助成する、集会所新築改修等助成制度を設けて、何とか運用させていただいております。 あのなかなか財政、厳しいおりでございますけれども、えー、一定の予算は確保していただきまして、えー、自治会等の地域の要望からに可能な限り応えていっております、まあ、これからもそういうふうな形であの、各地域、地域のそういうふうな状況というのもまたよく聞かせていただきまして、その可能な中での,あの集会所の新築修繕についての機能が十分に活かせるように、この制度活用の運用を図ってまいりたいというふうに考えております。 赤坂副委員長あの非常に、えー、やっぱり集会所の持つ意味というのは大きいと思いますので、えー、ぜひ、えー、この予算を含めて、ですね実態調査もやっていただいて、あのどれだけの町内会、自治会がその集会所を持って、えー、コミュニティが集まる場所があるのかどうか、まあ、これは今後の避難場所と、今先ほど話もありましたけれども、避難計画との関係もあると思いますので、ぜひ。えー 調査もしていただいて整備をする予算を増やしていただくように私も市長に申し上げますけれどもぜひ内部からの上申もしていただきたいということを改めて求めておきたいと思いますで最後にあの社会生活のマナー等の調査というのがあるんですねでこの社会生活等のマナー等の調査というのを見ますと、まあ、そこに掲げられている中身というのは 大体今問題になっていることですよねであの安心しましたのはやはり7割のところでですねルールを守る実態というのは強調される結果となりました、まあ、安全安心の街にまあみんな基本的には住んでいると思っているということですねでまだそれが守られているというふうに思っているんですけども、まあ、しかしあのー 今、回今ここに書かれている困っていることのねルール違反というふうなことで提示されていることの中身はですねこれほぼ今、社会問題になっている民泊会員宿所の、まあ、外国人の,この訪問なりですねそういうところでの問題ですよね。 でえー、こういう外でタバコを吸う出るとか、えー、ゴミがバラバラ落ちてるとか、えー、この夜中に、えー、店の前や公園でたむろしてるとかいうような問題なんかね、こういうそういう意味ではね、今あの、自治会や町内会と会員宿所との関係というのは非常に重要になっていると思うんです。で町内の安全や安全心を壊しているという 感覚がやっぱり町内会からすればですよ勝手に来て分からない間に出て行っちゃうというそういうところでのこの町内会との関係っていうのは非常に重要な安全安心のちづくりにとっても大きな課題だと私は思っています、まあ、そういう点で、えー、そういう民泊や管理職舎に対する行政指導、えー、自治会や町内会とのこの協議 そしてまた、その必要な協定書を結んでですねお互いに信頼関係を持って、えー、進めるようにするということが安心安全のまちづくりにとって非常に重要な役割を果たすというふうに思うんですよ、でその点、あのこの間、まあ、パンフレットをね、えー、地域の町内会の皆さんの立場に立って声をかけるような中身がありました、まあ、これ、さらにですね強めていただきたい。 そして今の関係機関との関係で、すねまあ違法民泊や違法な状態を許さないという、今、京都市の基本姿勢からしても、ですねやっぱりきちんとお互いに連携してやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか山村部長はい民泊等についてのあの地域、それから我々文化市民局としての取り組みということについてのご質問でございます。 先生もおっしゃましまたように本市においてはもう違法な民泊はもう断固として許さず適正化の取り組みを強力に進めてきております本市独自のルールを徹底し市民と観光客の安心安全を確保し良好な環境を確保するととも,ともに宿泊者に対しては質の高いおもてなしを提供することができる環境を形成するために全種を挙げて取り組んでおります文化市民民といたしまししまてても住のの皆様が安心して暮らせる地域コミュニティの活性化や 自治会町内会の支援安心安全のまちづくりを、えー、区役所支所と連携を取りながら推進しているところでございます日頃からやはりあのいろんな課題をあの相談を受けている中でもやはり民泊についても区役所支所あるいは地域コミュニティサポートセンターについても最近はやはりあの民泊についての関係づくりということについてのいろいろなご,質問ご相談ということも受けているところでございます これまでのようにあの我々もこのし条例の趣旨に基づきまして自治会長内会を中心とする取り組みを支援し区役所支障サポートセンターにおいて民泊に関する地域の心配事においても丁寧に状況をお聞きした上で受け入れに対する不安も解消できるように 先生からもご紹介ありましたリーフレットもございますし他にもいろいろ地域での協定の取り組みをしているところそういう事例とかをいい事例とかあの役に立つ事例も共有するなどいろんな形で地域に寄り添いながら関係保健福祉局等を中心とした関連部局あるいは警察関係機関等もしっかり関係し連携をいたしまして地域に寄り添った支援を続けてまいりたいというふうに考えております。赤坂あ終わりますすよろしいですか、はいでかは 他にございいませんかはいえー、森田副委員長あのすいません、ちょっとお聞きしたいんですけど、えっとアンケートの回答率なんですが、えー、51.6%で、まあ、ちょっと低いんじゃないかなと思ってて、まああの28年度は45.1%だから、まあそれと比べると上がってると思うんですけど。 これ、えー、っとアンケートをお願いしている調査対象の方は京都市内の自治会長もしくはまあ町内会の代表者ということですので、まあ、その一般の方々全般にアンケートを出しているんじゃなくてやっぱりこのまちづくりに対してある程度の理解がある方だとか、あのー、意識が高い方だとか、まあ、そういう方だと思うんですけどねこの回答率というのはどういうことが原因でこうなっているというように分析されているのかそれとまたあの えー、アンケートの調査方法ですね、えー、もう少しどうされてるのかっていうのも含めてお答えいただけますか山村阿部長はいあのアンケートに対する調査方法とそれからあの回答率についてのご質問でございます、えー、こういうアンケートの,あの配布方法につきましてはまあ,あの区役所市を通じまして各学区の 自治連合会あるいは自治会連合会あるいは地域を代表する住民福祉協議会そういうところも含めましてその方々に中心にその元にあるいろいろな自治会町内会の長の方にまあいろろな会合等においてお配りをいただいてその自治会町内会アンケートへの回答についてのご協力をいただいているということでございます。 あの先生おっしゃいましたように、あの51.6%という数字でございます。これはあの今回、特にあの前回と比較しましても、いろいろと地域の方にまな出向いてってご説明をする。あるいはあのちょっと工夫も重ねまして。あの。 前回よりか上がってい、まあ、ていいいるる過半数超えととうころでございます、まあ、ここについての評価についてはいろいろございますが一般的なあのアンケート結果の報告としてはそれなりの,あの高さは保っていると思っていますただし先生申し上げましたようにやはりこの意識の高い方々の集まっている中ということでございますこれからもあのこの加入、えー、回答率ですねそういうものが上がれば上がるほど確かにいろんな部分での分析統計も非常に重要になってくると思っておりますので、ね、そのことも踏まえまして今後ともこの回答率の出場者が アップにつながるような、えー、アンケートのやり方方法というのはしっかりと考えてまいりたいと思っております森田副委員長ということはあの直接それぞれの方に言うそうじゃなくて1回、自治連とかから、えーまあ、手渡しで皆さんにこうお配りしてるということですよねそしたら、まあ、さらに答えようという意識があってもいいんじゃないかなと思うんですけどうんなるほどでねとなるとですね例えば えーまあ、原因として私もたとあのよく聞きますけど、役員を、役を受けてくれる方がいなくて、まあ、1年交代で町内会長をです、ねまあ、受けていると、ちょっとあの、まあ、や,りやりたいとか、そういうことなく、まあ、順番に回ってくるとかね、まあ、そういう方も多いのかなと思ったり、この結果を見ましてですでもですね、マンションの住民とまあコミュニティが形成されてるとか、あのー、他にもいろいろ。 アンケートがあって住民同士の関わり合いで、まあ、立ち話したり挨拶もしたりいろんないいことも書いてありますけどそれはその自治会長町内会の中でもしっかりとアンケートを答えてくれはった方の中の答えなのであの残り半分の方を加えるとねもうちょっとこれ数字がやっぱり悪くなってくるんじゃないかなと全体の状況を考えると、えー、そういう心配があのしているんです。 まあだから、当然ま、あま,あまだまだこの回答率上げていただく努力も必要だと思いますけど、このまあ数字をですねまあ丸のみすることなく、この調査、もう少し全体の傾向は、ですねさらにちょっと悪いこともね、当然あり得るんじゃないかなと、そういう意識を持って、さらにあの自治会加入率の向上、これ、なかなか厳しい状況にあるということですので、頑張っていただきたいなと思っております以上です。 他にございませんか。なければ、次に、人権に関する市民意識調査報告書についての報告を聴取いたします。理事者報告願います。土井倉市安全推進部長、着席して報告してください。はい、ありがとうございます。 昨年11月に実施をいたしました人権に関する市民引き調査につきまして、このたび報告書として調査結果の方を取りまとめいたしましたので、お手元の文化環境委員会資料に基づきご報告を申し上げます。委員会資料の方をご覧願います。1、調査概要についてでございます。両括弧1、調査の目的は京都市人権文化推進計画に基づき、人権尊重のまちづくりをより一層推進するにあたり、 市民の皆様の人権に関する意識や関心、具体的な施策のニーズ、人権相談の現状などを把握し、平成31年度に予定をしております、京都市人権文化推進計画の中間見直しのための基礎資料として活用するため実施したものでございます。両括弧に調査対象は、住民基本台帳から、 外国籍市民を含む市内にお住まいの18歳以上の市民3000人を無作為で抽出しております。両括弧3、調査方法は調査票を郵送いたしまして、無記名の回答による調査としており、両括弧4、調査期間は昨年の11月1日1日から15日までとしております。両括弧5、有効回答数は3000人の配布に対しまして、 1059 35.3%人の方からごご回回答答をいいいただいており回答率は3でございます前回、平成25年度の調査では40.6%でございましたので今回、5.3ポイントの低下となっておりますが統計上、本市の人口数で必要とされる回答数は充足しているところでございます改めましてご協力をいただきました市民の皆様にはこの場をお借りいたしまして御礼を申し上げます。次に に主な調査項目についいてでございます今回の調査項目の設定に当たりましては5年前の前回の調査結果から経年変化の推移を見る必要がありますことから前回の調査項目を、えー、踏襲しておりますがこの間人権を取り巻く社会情勢が大きく変化をしておりいわゆる障害者差別解消法ヘイトスピーチ解消法及びブラック差別解消法が 創設されたことや、昨年世界人権宣言70周年の節目年であったこと、またこの間新たな人権管理といたしまして、LGBT 等の性的少数者に関するものや、働き方,働き方に関するような問題に社会的な改心が高まっておりますことから、項目の新設を行うとともに、一方で回答者の負担にも配慮をして回答方法の軽減等も図っております。次に、3、調査報告書では、 今回の調査結果の概要につきましては、別添の人権に関する市民意識調査報告書、すみません、2の調査結果概要、およびローマ数字4の個別調査結果の項を用いまして、特徴的な部分のご報告をさせていただきたいと思っておりまますす恐れ入りますが調査報告書のの24ページの方をご覧いいたただきたいと存じます。 1, 1人権意識と教育啓発についてでございます。統一の人権課題への関心に関する質問の回答結果では、2子どもに関わる問題、3高齢者に関わる問題の割合が40%を超えており、次いで1女性に関わる問題が31%と高い,関心高い関心となっております。また今回新たに追加をいた,したいたしました項目では、7 働く人に関わる問題の割合が 38.9%12、LGBT 等の性的少数差に関わる問題が17.6%そして13、拉致被害者に関わる問題が21.2%となっております次に26ページから31ページにかけて問いにとして平成28年度に施行されました障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法 およびブラックサービス解消法と合わせて、世界人権宣言について、それぞれ認知度の方をお聞きしております。結果といたしましては、これらの法律に関し、ほぼ複通して、どんな内容か知っているが約2割、内容は知らないが言葉は聞いたことがあるが約4割で、合計6割となっております。また、世界人権宣言の認知度に関しましては、前者の方が3割、後者が5割と。 合計8割に達しているところでごございいまますす次に42ページをご覧願合では人権についての理解を深めるために京都市が実施する特り組みとして必要があると思うものをお聞きしており結果として1学校や社会において人権教育を充実するの回答が76.7% 76. と高い割合となっている一方で 講演会や研修会を重視する回答は15 5。.5% と低い割合にとまっております。次に44ページの方をご覧願います。2。日常の場面での人権意識について。では50ページにかけまして、日常生活にも様々な場面をテーマにして。前回調査と同様に市、市民意識の市民意識をえー、お聞きする設問といたしております。 問い6の両学校1と両学校2では、結婚相手を考える際に気になることを、回答者自身と回答者の子供のバイトに分けてお聞きをしております。結果といたしまして、共に1、人柄や性格、価値観がやや増加する一方、5、国籍や民族、6、相手やその家族に障害があるかどうか、および8、童話地区出身者であるかどうかが気になる人が前回よりも減少しております。 次に48ページの方をご覧願います。問7では住宅を選ぶ際に気になることをお聞きしており結果として1、物件の価格交通の便が約9割を占める中近くに5低所得者や生活困難者6の外国人が多く住んでいるや7の近くに童話地区があるについてはいずれも2割を超える方が気になると回答をいたしております。 次に54ページをご覧願います。問10では、学校の場面における人,身人権意識をお聞きしており、結果として学校でいじめを見逃さず解決を求めるとする人が7割を超えており、その他の項目も高い回答実となっております。次に55、六ページをご覧願います。問11では、職場で許さないことについてお聞きをしており、 結果として、男性の回答も含めまして、1、能力があるのに女性であることを理由に、昇給や昇進などの待遇が異なることは許されない割合が最も高く、85.2%。また、3、仕事ができるのに障害があることのみにより、仕事の内容が制限されてしまうのは許されないや、5、育児や介護のための職場の休暇制度は、 ワーク・ライフ・バランスの実現のためには欠かせない制度であり、取得を拒否することは許されないの割合が7割以上と高い回答率となっております。<laughs> 次に60ページをご覧願います。3、現代社会における新たな課題についてでございます。ここから69ページにかけまして、新たな人権課題に対する市民意識を調査する目的での説問といたしております。問い十3では、インターネットに関する問題を取り上げており、 社会的な関心の高さを背景にして3のインターネット被害の回復が困難なことから罰則を強化すべきだの割合が75.9%と極めて高い回答率となっております。次に62ページの方をご覧願います。問い14では障害者差別解消が定める不当な差別的な取扱いの禁止と合理的な配慮について事例を通して意識の浸透状況の把握をさせていただいております。 結果といたしまして、両学校1の付き添いを条件とする事例では、6割近くの方が差別に当たらないとされ、また、64ページのカッ2の障害者一人一人の配慮,を申し配慮の申し出に応じることに関しましては、5割以上の方がやりす,やりすぎではないと回答をいたしております。また、66ページの両カッ3の質問では、障害者が暮らしやすいと。 健常者も暮らしやすいとする人が7割を超えているというような結果となっております続きまして68ページをご覧願います問い15では LGBT 等の性的少数者に関しまして現在どのような人権問題が起きているのかをお尋ねしており結果として3、差別的な言動をされることの割合が最も高く55.1%ついで1、職場や学校等で 嫌がらせやいじめを受けることが五十四点三パーセントとなっており、関心の広がりを見ることができます。次に何十ページをご覧願います。四。人権侵害と相談救済についてでは、九十三ページにかけて。人権侵害の経験と相談先等に関する市民意識を調査する質問といたしております。問十六では、この五年間における人権侵害の経験についてお聞きをしており。 あるの割合が15.8%、ないの割合が82.4%となっており、前回と比較しますとあるが5.5ポイント高くなっております。1枚おめくりをいただきまして、72ページをご覧願います。問い16、1では、経験した人権侵害の種別をお聞きしており、結果として6の職場などにおけるいじめやハラスメントの割合が最も高く、46.7%となっており、ついで 74ページの問い16の2では、その際の相談先をお聞きしたところ、2位の友人、知人の割合が前回よりも増加して、最も高く34.7% 34. となっております。また、相談していないは25.7%で、前回よりも5.5ポイント減少しております。次に78ページをご覧願います。ここから91ページにかけまして、 相談機関の認知度、認知状況の方をお聞きしておりますが、NPO を除きますと、全体として前回よりも低調な状況であり、特に問17の括弧1の法務局と括弧2の人権用語委員が他の相談機関に比べて認知度が低い状況がございます。次に92ページをご覧願います。問18では、人権相談、救済に関して必要だと思う取り組みについてお聞きをしており、 結果として、1の相談員の質的、資質向上や相談時間の拡大などの制度サービス、5の人権が侵害された時の対処の仕方を学む機会を増やすの回答割合が、共に50%半ばと高い回答率となっております。恐れ入りますが、6ページの方にお戻りを願います。ここでは、先ほどご説明した個々の調査結果を踏まえまして、4つの区分ごとに総括の取りまとめの方をさせていただいております。 1> 問1及び問2の回答を踏まえた人権課題についての意識につきましては全体として人,人権意識の関与というのが進んでいる傾向があるということを踏まえました上でこれらの結果を踏まえてにおいて人権問題について自分に身近なことや関係が深いことを考えることであれば関興味関心を持っているがそうでなければ関心が薄いと考えられますと,とし今後として 人権教育を受けた人たちが、講演会や研修会に参加をし、継続的に人権に対して関心を持ち続けることができるような取り組みの検討が必要であると総括の方をさせていただいております。次に、問い参加、問い合までの回答を踏まえた、教育啓発につきましては、学校教育が重要とする回答結果が7割以上に達しているという結果等を踏まえまして、これらの結果を踏まえてにお,きおきましては、学校等での教育が 人権意識の勧誘のために重要と考えている市民が多いと考えられますとした上で今後として全部の人権課題を自分ごととして捉え暮らしの中でお互いに尊重し合うことができるような意識の情勢が必要と総括をさせていただいております一枚めくって7ページをご覧願います問い6から問い12までの回答を踏まえた人権保障につきましては個々の生活場面での意識人権意識の状況を踏まえ これらの結果を踏まえてにおいて人権問題に関する現状については人権意識が醸成されている部分もありますが新たに出てきた問題や概念考え方が定着していないことも明らかになったとした上で今後として従来の啓発に加えてこれらの新しい問題や考え方についても広く市民に知ってもらう必要があると総括をさせていただいております次に8ページをご覧願います問16から問18までの回答を踏まえた 相談救済につきましては、人権侵害の経験や相談状況などを踏まえ、これらの結果を踏まえてにおきましては、人権が侵害されたと思う人が増加する一方、相談ができていない人が減少しているとした上で、今後として公的な相談窓口の認知度を高め、相談窓口のスムーズに相談できるように啓発を行い、人権侵害の解決に備え、 で迅速に動けるような体制づくりが必要と総括をしております次に10ページをご覧願いますここから22ページ22ページにかけましてはまさ、あ、かほどの総括の基礎分析として年代別や性別調査項目によるクロス中継を行っております本日は説明の方は活用させていただきますが今後人権文化推進懇話会での有識者のご意見などもいただきながらさらに分析を深め 来年度に予定しております人権文化推進計画の中間目指しの方につなげてまいりたいと考えております調査報告書の説明は以上でございます、えー、恐れ入りますが委員会資料の理面の2ページの方にご,ご覧願いたいと存じます最後に4今後の予定でございます今回の調査結果につきましては報告書を情報公開コーナーに配下するほか市民の、えー、市のホームページに掲載をし広く市民の皆様に広報してまいりますとと,ともに 今後、各局の施策の立案、検討等の基礎資料として活用してまいりたいと考えております。また、人権文化推進,推進計画の中間見直しにあたりましては、来年度に京都市人権文化推進講話会、あ、すしました来,、えー、来年度に京都市人権文化推進講和会やパブリックコメントにより、検庁長をした上で、司会の方に計画改定案等のお諮りをさせていただき、見直しを行っていきたいというふうに考えてございます。 長くなりましたが、ご報告は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ご苦労様でした、えー。ただいまの報告について何か質問はございませんか。はい。えー、文化市民局の報告聴取の途中ですが、午後1時まで、えー、休憩いたします。